そんな頭の面で好きなんでしょう。ほら、ハゲたおっさんとっちゃいけまへんもんよ。あの人ね、あのお父さんね、たまにね、僕におならをなすつけるのはちょっと消せないんでしょうんかよ。あんな変な音出しませんわんよ、僕いいんでしょう。そうやな、あのポップじゃないのほんとうちのお父さんウケんだけど、あんな変な音したら病気だよ、うちの犬やけって自分で、あーとか言ってポップじゃないのみたいなこと言ってるな本当に犬があの辺の音出したら本当に病気だと思うよ。心配になるよ。大型犬でもあんな音出さなさそうなの。ほとんど寝てると音の頭舐めてくる。本当クソ音声な頭撫でてんだね。なんかあれっぽい車がいてね。何あれっぽいって。マルヒーがついてた。パチンコのし、パチンコ。え、何それ。痛い痛い痛い。この容量。顎ねえ。うるせえババ。顎ねえ。ババねえ。16キロしか走れないんだって。やばくね。どこに書いてあるの。16。ペンペン。あ、16まで走れんだ。すごいじゃん。顎ねえのなお前。写真撮んなくていいし。なんで。昨日も嬉しかったくせに一緒に入れれて。よいしょ。LINE 送っとくわこれな。違う人に送ってたら笑えるよね。送ったっていいよ。あ、じゃあウィッキーさんに、あ、アッキーさんに送っといて。やだよ。あ、やっぱあの人じゃんとかあるでしょ。わかんないじゃんこのデブな横顔じゃん。わかるよな。デブ。おいババアじゃねえ。あ、なんか拒絶反応してる。お前の顔がブサイクすぎて。送りたくないってスマホが。だってほらほらナウローディングになってるほら。ここね。嫌なんだね。あれ8枚もいってえ8枚もいったのこれ。8枚それ8枚ってそんなに送ったの。いや1回しか送ってない。あ、ごめんごめん。やっぱバカだねってちょっとちょっと間が抜けてるというか、ね、2枚送ってるね。ババイスだね。キモッ。クソ面白い。うちの姉ちゃん食ったのか。セイさん、顎がなくなりましたって。ババアね。ケイちゃんってクソババアって言われるの。超ババア、どっちがいい。なんだ、チョリ。何チョリって。チョリスケ。でもケイちゃんの場合、オバミスケだよね。打ってみよう、ホトトギス。おばみでみよう。あ、早いやん、こっち。何が？え、充電、これすげえ早いな。充電？うん、1個しか使えないけど。それは、あれじゃん、あそこで買った山梨の。違う、静岡の。あ、静岡か、そう。静岡のすげえ品揃え悪いダイソーで唯一あったやつ。うん。意外と使えたんだ、それ。あ、ごめん、どっちだろうね、山梨か微妙なとこでやるんですよ。県境チックだよね。でもあそこギリまだ山梨なんじゃない。山梨っぽいね。うん、私あそこ山梨だ、うん、なんかあそこから次のお前ちょっとやめろって静岡ってなんか御殿場のイメージある。ゴリクソン今日消しても大丈夫だ。何あ、いやでもいいや消すればバチや。
グググラ。ありがとう、ポプタ君。温めておきましてですか、何だっけ。ポプ、それはまだ。これに。おまみに。はい、本店で出たの。お、すごいじゃん。安かった？同じ機能と。デブ。イゴヤ。ポップやめなさい。なんで？しやなくなった。そうだね。いいだね。あんま動けないんでそういうと思います。うま生茶。生茶美味しいよね。超うま。それのシリーズのほうじ茶が安かったんだよ、きゅう。奥多摩周遊道路行っちゃおうかな。いいんじゃない、それでも。うん、でそこぐるって回って大河内ダム行ってあそこだよ。丹波山でたまればいい。そう、丹波山とで小杉行って帰る。そうしよっか。全然三国峠行かなくなっちゃった。でもポンタレ入ったしな。うん、結婚酔っちゃいそうだよね、確かに。結婚